飯島沙織18歳。2023年のプロテスト合格を目指している高校3年生。彼女は2023年の日本女子アマチュアゴルフ選手権競技で初日から首位に立ち、勝利をもぎ取った。過去には宮里藍や諸見里しのぶなどが制し、トッププロへの登竜門ともいえるこの大会。飯島はこの優勝で2023年の日本女子プロゴルフ協会のプロテストは予選を免除され、最終プロテストからの受験の権利を獲得した。飯島はまさに今、最もプロに近い女子高生ゴルファーの一人だ。2005年5月1日生まれの18歳です。飯島沙織です。この前最近なんか自分の性格診断みたいなのが流行ってるんですよ。それで答えてたらちょっと分かっちゃったんですよね、自分の性格が。運動家でした。運動家、あれね、え、知ってます？ ENTA で、そうそうそう、そうそうそう、あのなんか帽子かぶってこうやって歩いてる運動家運動家でした。私めっちゃなんかしかもいいこと書いてくれてて、なんか気遣いができる優しい人ですとか、なんかありがとうございます。なんかその最近のコンピューターはなんか人に気遣いもできるんだなとか思っちゃって、普通に優しいなとか思いながら自信ありました。いやもうなんかでもこれもちょっと怪しいんですよねあそこに来たから自信あるっていう感じだったんですけど、じゃあ始まる前からありましたかって聞かれたらないですよね。それはもうもちろん全然全然なかったですよ、始まる前は。いやまあなんかできるなっていう、自分優勝できるなっていうメンツ見ても別に決して思える感じじゃなかったので、まあ、1日目プレイしていいじゃないですか。じゃあ2日目、もしかしたら落ちて全然関係ないところに行くかもしれないし、トップでそのまま守りきれるかもしれないし、まあ全然わかんないじゃないですかそれは。でももうそれはもう明日の自分にまあお願いします頑張ってくださいとか思いながらプレーしてるんで、そうですね、まあ、それを毎日続けてたって感じですね。なんか明日もお願いしますって思って明日の自分にお願いできるのは今日頑張った自分がいるから。飯島はそうやって強くなってきた。上に2人兄と姉がいるんですけど、そのまあやっぱ練習場にくっついてっても自分一人やっぱできないっていうのがなんか悔しいというか、すごいなんか悲しいというか、すごいなんか騒いでたらしくて、それでなんかその親、お父さんとお母さんがなんか4歳でもできるゴルフ場っていうか練習場を探してやったのがきっかけというか、それで始めました。やっぱこう一人だけできてないし、そのなんかそのやっちゃダメとか言われたり絶対やりたくなるじゃないですかなんかゴルフが一番自分らしさが出るじゃないですけど、一番こう、そうですね、なんて言えばいいんですかね。でもなんかそうまあ楽しいし、普通にやっぱやってて楽しいっていうのが一番、本当にやっぱゴルフだけですかね。そこまでやっぱこう勝ちにこだわってるというか、なんですかね、なんか、まあ、やっぱいや分かんないですね何これ。いつも何かを楽しんでいるような飯島。そんな彼女は趣味もたくさん。その一つがモノマネ。鬼殺隊胡蝶忍。私は鬼殺隊の中でも唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。です。すげえ地味ですよ。すみません、よくわかりません。お父さんには受けた。
さらには歌も分かってる欲しいんでしょ、はい、艶やかな、はい、その唇やばなをどこを立ち引き寄せる息をの無ほどに甘い蜜てて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 てそもそも目立つのがすごい嫌いだし、人前に出るのもすごい嫌だったんですよ。変わろうと思って変わったんですよね。